カロリーナ、またはカロライナは、プエルトリコの北東海岸に位置するし、首都サンフアン及びトルヒージョアルトの東側、グラーボ及びフンコスの北側、カノバナス及びロイーサの西側にある。カロリーナは12以上の行政区とビラカロリーナに分かれている。サンファンカグアスグアイナーボ大都市圏の一部であり、米国本土からプエルトリコに行く主要な空港である。 ルイス・ムニョス・マリン国際空港が所在する。1816年、スペインの植民者によって、トルヒーリョにちなんで、トルヒーリョ・アルトと共に、トルヒーリョ・バサとして建設された。1857年に、カルロス2世にちなんで、サンフェルナンド・デラ・カロリーナに改称され、後に、カロリーナに省略された。カロリーナは、巨人の土地として知られているが、それは、 カロリーナの著名な住民であるダン・フェリペ・ビリエル・ゴンザレスのためだけではなく、詩人ジュリアで、ブルゴスや最初のラテンアメリカ人、MLB 選手として名高いロベルト・クレメンテなど、カロリーナ出身の長身の著名人が多いことによるものである。アメリカ合衆国により、初代プエルトリコ知事に任命されたジュリアス・スティ・ピエロの出身地でもある。カロリーナは、エル・プエブロ・デ・ロース・ストゥン・バ・ブロスス、 アームハッカーの街としても知られている。1800年代後半には、カリブ海諸国の中で主要なサトウキビの輸出国であった。戦闘の中で仕事を失った、サトウキビ畑労働者たちの多くはなたをもって戦う、ことで問題を解決した。イスラベルデスカイラインインキャロライナ・バラサス、ブエナビスタカカオ・カングレホ・アリバ・カノバニージャス・カロリーナ。 バリオイコールプエブロカルソスセドロマルティンゴンサレスサバナ、アバホサン、アントンサンテクルストルヒージョバホカロリーナは、プエルトリコの最も重要な観光拠点の一つである。ルイスムニョスマリン国際空港は、非公式には、サンフアンに所在すると思われているが、実際には、地理的に、カロリーナの一部であるアイラベルデにある。カロリーナにはまた大きなホテルグループが、複数ビーチエリアに進出しており、 アイラベルデイリアには、エルサンフアンホテルカジノや、インターコンチネンタル、サンファンホテル、ザ・リッツ・カールトンサンファンホテルスパカジノを含む、いくつかの有名なホテルがある。市の航空写真プエルトリコ最大のショッピングモールの、一つであるプラザ・カロリーナが所在する。アメリカン航空市会社のグランドバンディング会社である、エグゼクティブ航空が、ルイス・ムニオス・マリン国際空港に本社を置いている。 製薬医療機器、科学産業及び商業。近年、カロリーナでは、ロベルト・クレメンテ・スポーツ都市というユーススポーツ学校と、することを目的とした、スポーツリラクゼーション施設や多くの、エンターテインメントイベントや2003年と2007年のカリビアンシリーズを開催した、ロベルト・クレメンテ・スタジアムが建設された。スタジアムは、バロンセスト・スペリア・ナショナルに所属する、 ヒガンデスで、カロリーナや女子プロバスケットボール、男女のプロバレーボールがプレーする、ギゼルモアングロコロシアムも主催している。プロ野球、チームヒガンデスで、カロリーナは、ホームフィールドとして、ロベルト・クレメント・スタジアムを使用している。同名のチーム名を持つプエルトリコサッカーリーグで、プレーするプロサッカーチームも存在し、ロベルト・クレメント・スタジアムを、ホームフィールドとして使用している。 プロの騎手エマニュエル・ホゼ、サンチェスの出身地でもある。彼はメス・ウママークミースペシャルに乗り、2005年7月19日のコロニアル・ダウンズ競馬場で勝利を収めた。プエルトリコの前市長は4年ごとに公選される。現在のカロリーナ市長は、ジョゼア・ポンテ・ダルムオであり、プエルトリコ新進歩島に所属している。2007年に市長に選出され、父ジョゼア・ポンテ・デラ、 トーレの公認となった。アポンテデラトーレは1984年に市長に選出され、以後23年にわたって務めていた。市はプエルトリコ議会上院第8選挙区に属している。2012年の選挙では、ペドロ・エイ・ロドリーゲスとルイス・ダニエル・リベラが上院議員に選出された。カロリーナ市警察が法執行責任を担っており、大半の警察署は、 人口密度の高い市の北半分に置かれている。プエルトリコ警察本部も、また特に麻薬取り締りについて、カロリーナにおける管轄権を有しており、4つの警察署を市内に設置している。カロリーナはプエルトリコで初めて市消防部を創設した。カロリーナ市消防局は、カロリーナ市緊急事態管理部と共同ではしご車と特殊ハザードエンジントラックを使用している。 これらの本部は観光地区であるアイラベルデに置かれている。また、プエルトリコ消防局もロベルト・クレメント通りに消防署と出張所を持っている。カロリーナの四季は中央が赤でその両側が白の縦方向に3つの色で構成されている。その両側には黒いお古女の尾の文様が散りばめられている。中央の赤い部分には剣と王冠の文様が描かれている。 剣の上の王冠は後期であるため、紋章の中で特別な位置にある。剣は、兵役の象徴であるだけでなく、フェルナンド三世の美徳を象徴している。紋章には、お古女の王の模様が入った銀の広い円があり、伝統的な紋章学の作法に則っ,っている。赤は、スペイン植民家でのプエルトリコの自由のための愛国心の発達を象徴している。ありがとうございます。